はい、ムッチ TV のムッチです。今ねヘッドライトの、前回交換した HID に交換して、無事済んだんですけど、ヘッドライトの、ね、黄ばみが気になるということで、これねブルーマジックのヘッドライトレンズクリーナーみたいなのをね購入したんです。で見てください、もうこれねやっちゃったんですけど、これがこれ施工した方で、これこっち普通かな。ここにねアイラインつけちゃってたから跡が残っちゃってて、しかも黄ばみがすごいんです。でこれを磨くとこんな綺麗な、なんでその様子をね今ちょっとこっちでやってみたいと思います。これね前回というかこの後紹介するブルーマジック系のものってなんかねやっぱねアンモニアが入ってるっぽい。だから直接かけるとすごいアンモニア臭がします。適量取ってくっつけて、で若干コンパウンドが入ってるのかな、これあのコンパウンドが入ってないブルーマジックのやつとちょっと違うっぽいんですよね。ちょっとねジョリジョリしてる感じでも化学反応も使ってきっと落としてるので、こうやって磨くとほら黄ばんでくるんですよね、もう色が落ちて。こするっていうよりも撫でるって方がいいのかな。あのボディがね綺麗な車の人はねちゃんとあのマスキング、ここにマスキングした方がいいと思います。もうね私のこのマーチ君はボロボロなんで、逆にこれで磨いちゃった方がこの辺も綺麗になるしねいいけど、そういうとこ気にする方はこうちゃんとマスキングしてやった方がいいかもしれないです。結構強そうだからな、これもうだんだん黄ばみがなくなってきたもんね。そんな力入れてないです。ただこなぜてる感じ。これを塗ることによって、劣化を防いだり若干ねあのクリア塗装を拭いたような、効果が出ますので、これを最後に塗ると抑